肉のお兄さんだよ。今日は足が速くなるハムストリングスの鍛え方を説明するね。ハムストリングスは通称アクセル筋と呼ばれています。つまり体を前方に進めるために重要な筋肉です。足の筋肉っていうことはスクワットで徹底的に鍛えればいいの？残念、それは不正解。ハムストリングスと同じくスクワットで鍛えられる大腿四頭筋はブレーキ筋と呼ばれています。ブレーキ筋？はい、ブレーキ筋とは体を後ろへ下がらせる筋肉です。いくらアクセル筋を鍛えても同じだけブレーキ筋を鍛えてしまっては効率が悪いですよね。そこで今回はアクセル筋、ハムストリングスをメインに鍛えるトレーニングを紹介します。それはレッグカール。腰が浮かないよう気をつけながら足を上げてゆっくりと戻します。パッドがお尻につくまでしっかりと足を曲げましょう。1セット15回程度こなせる重量で行うと効果的です。極端に重くする必要はありません。ハムストリングスを鍛えるとヒップアップ効果があります。理想の体型が手に入り